ある時ね、みんなでね、スキー教室に来てました。今みたいにスキー教室、ゆきとくんみたいにスキー教室に来てたの。でね、福山先生がね、子供たちの部屋にこれからから入ってくるのね。入ってくると福山先生が、臭い臭いって言っていなくなっちゃう。また少しすると福山先生がね、カラ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 、やっぱり臭い。そう、またね、いなくなっちゃう。おかしいな。また少し時間が経つと、カラ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 、やっぱり臭い。おかしいなと思ってね、もしかしたら誰かがうんちしちゃってんじゃないかなと思って、ちょっとね、みんなお尻だめってお尻こう触ったら、うんちしてない。おかしいな。またカラ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 、やっぱり臭い。これお前たちね、カバンの中にウッチのパンツ入れてんじゃないのって言って、でみんなのカバンこう開けて、ウンチのパンツないんだよ、ウンチ臭いんだよ。おかしい。笑ってるけど本当にあった。本当にあった。